がついたら投げかけて勝負で当たる、そしていつもパーフェクトで諦めずに邪道キングに挑戦するけど、すぐにライブが映るよ。そこそこキャラ差があれば何にも詰めることもできるけど、何回やっても何回やっても上原が倒せないよ、あの昇竜。何回やっても避けれない、白に回せて振りかけても昇竜拳で返される。ヨガファイヤーも試してみたけど、竜巻相手じゃ意味がない。から次は絶対勝つために、歩き戦術だけは最後まで取っておく。気がついたらライブも少しまで追い詰めた、そしていつもそこで見てた。諦めずに最終戦闘までたどり着くけれど、すぐに飛び風を吹かれる。かなりのキャラ差があれば楽に差し合いも見せ見せるけど、何回やっても何回やっても上原が倒せないよ、落ちる竜巻。何回やっても避けれない、城に下がって距離を通っても、いずれは距離を詰められる。運の座りも試してみたけど、上の窓は崩れない。から次は絶対勝つために、僕は歯が髪だけは最後まで取っておく。神キャラを使えば楽にアドバンテージ。